さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道博です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは稲富奈穂さんです。稲富さん、はい、どうも稲富です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。稲富さん、それ今どこにいるんですか？はい、実はですね、新しくなった名古屋競馬場に来ております。今もレースが始まっているところで、たくさん、今日ね4月8日で、はい、まあ、収録金曜日じゃないですか、はいはいはい、あの名古屋競馬場新しくなった初日で、もうたくさんの方が来られてて、皆さんめちゃめちゃ楽しまれています。私もちょっと楽しんだりしているんですけれども、あの今日は楽しんでるだけじゃなくて、はい、どんな風に変わったのか、新しくなったところはどんなところかなっていうのをいっぱい取材してきたのを、また来週特集でお届けしますので、それはお楽しみにということです。はい、ありがとうございます。はい、なるほど、新しくなった名古屋競馬場から今日はじゃあリモート出演ということですね。はい、あのそうなんです。こちらサイドだいぶ羨ましいんですけど、やっぱり、うん、もうだいぶやっぱり新しい競馬場の印象どうですか？コースも結構広いのかな？結構広いですし、うん、やっぱり綺麗、綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですし、うん、見やすいですね。うんうんうん、あ、もう今ほら見て見て、もう直線、直線来てる。最後の直線来た。おお、はい、来た来た、見えるこれみんな。見えますよ、見えますよ。いやあ、いいですね、新しい競馬場の白熱したレース。ちょっと稲富ちゃんも思わずグー出てますけどね、え、ね、ちょっとテンション上がりますね。詳しいことはじゃあ来週伝えていただけるということですね。はい、なので来週また楽しみに待っていてください。ありがとうございます、よろしくお願いします。いろいろねお話聞きたいんですけど、まずはこちらからちょっとニュースなどをお伝えしたいと思います。最初はこちらのニュースからです。スーパースプリントシリーズ2022の概要が発表されました。去年同様トライアルが6戦、そしてファイナルの習志野キラットスプリントは7月の26日に実施されます。はい、赤見さん、この全国のスピード馬たちの勢ぞろいっていうのも楽しみですよね。そうですよね、このねファイナルに向けてこう夏の風物詩という感じになってきましたよね。うん、でワンターンでこそこう輝く馬もいますから、はい、ファイナルに向けてどんなねレースが繰り広げられるか楽しみにしたいと思います。ここで輝くね個性派というのが毎年出てきますので、今年も楽しみにしたいと思います。さあ、まずはこちらのコーナーから参りましょう。では今週行われた重賞レースを振り返っていきましょう。全国の注目レースにアタック。まずは3日日曜日、水沢のスプリングカップ。後位追走から最後の直線で抜け出したクロールキック、重賞2勝目です。はい、思いのほか出足がつかずに内で包まれる形になったんですが、それでもひるむことなく間をついてしっかり伸びてきました。こういう形で勝ち切ったというのは今後につながりますし、岩手三冠戦線の主役と言えるでしょう。続いては6日水曜日、川崎のクラウンカップ。後位を追走したフレールフィーユがゴール手前で抜け出し、重賞初制覇です。はい、序盤はスローな流れで向こう上面で一気にペースアップ。ただここは一旦やり過ごして、勝負どころからゴーサインを出すときっちり差し切りました。和田ジョージ騎手のエスコートは完璧でしたし、距離が伸びてさらに良さそうです。次は7日木曜日、笠松の新緑賞。好スタートから先頭に立ったリンクスターツ、最後はいいねいいねいいねの追撃を振り切りました。はい、大外枠からスタートして花を取り切ったリンクスターツ、この辺りからねいいねいいねいいねの伸び足も良かったんですけれども、結局はセーフティーリードで粘り込みました。一番人気とはいえ、初の笠松、初の重賞挑戦で勝ち切ったのは立派です。同じく7日、園田の菊水賞。中段を追走したベルレフォーンが最後の直線ババの真ん中から突き抜けました。はい、こちらの新しい厩舎の馬でしたね。そうでしたね、はい、道中は内々をロスなく進んで直線外に出すと、ここから豪快に伸びてきました。距離経験豊富なことが生きたと思いますし、今後さらに距離が伸びて楽しみですね。3番ベルレフォーンが差し切った。3番ベルレフォーン合理。
重賞レースご覧いただきました。さあ振り返ってお話ししていきましょう。稲富さん、まずクラウンカップからお話ししていきたいんですが、クラウンカップ印象いかがですか？はい、いや強かったですね、結構なんか前残りがあるような感じだったけど、ババが結構乾いたりとかで傾向変わっていく中で、あの差し切り勝ちってすごいなと思いましたね、ちょっと強すぎたフレールフィーユ、そうですね、これあのトライアルと同じ結果にはなったんですよね。椿賞の1着2着がそのまま上位ということだったんですが、赤見さん、フレールフィーユもちょっと幅が出てきたというか成長も感じますよね。本当にそうですよね、強かったですよね、競馬場で取材してたんですけれども、管理する野口博人厩舎にとっても初の重賞制覇ということ で、本当に皆さん喜んでらっしゃって、で和田丈司騎手もこの馬と一緒に羽田杯東京ダービーを、ね、目標にするというお話をしていました、でこう距離が、ね、伸びることはいいんですけれども、唯一こう砂をかぶった時にこうちょっと嫌がる、そこをどう克服するかとおっしゃっていたので、今後ね、いよいよクラシック先生になりますから、どんなレースしてくれるか楽しみですよね。今回の和田丈司騎手もそのあたりこう工夫しながら乗ってるなっていうのも感じられましたけどね、まずはクラウンカップを振り返りました。さあ続いて稲富さん、菊水賞ですけれども、ベルレフォン鮮やかでした。鮮やかでしたね、あの勝った後の下原ジョッキーのインタビューでも、いや実は勝つまで行くかと思わなかったという言葉を聞いて、あ、乗ってるジョッキーでもそうだったんだと思いましたし、でもやっぱり下原ジョッキーこれで6勝目を挙げられているそうなので、やっぱ違いますね、すごいです。菊水賞を、ね、それだけ勝ってるということですからね、もう勝ち方も知ってるジョッキーということかもしれないですけど、亜美さん、やっぱりそのあたりはこう戦前バウチェイサーの、ね、こう実力というのを知って、下原騎手もそういう印象だったのかなというのもありますが、そうですよね、バウチェイサーが、ね、重賞2連勝していて、しかも同級者じゃないですか、だからこう、ね、バウチェイサーの強さもあってそういうコメントだったと思うんですが、小堺さん、バッチリでしたね。いや、さっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、赤見さんクラウンカップバッチリだったじゃないですか何この褒め合いMC2 人で褒め合うっていうね、ちなみに私は馬券を買いそびれてしまいました、ちょっとショックだったんですけどね、ベルレフォンは鮮やかでしたから、これからも応援したいと思います。以上レースを振り返りました。重賞プレイバックでした。続いては特集コーナー、アタックスペシャルです。今回は先週に引き続き4月デビューの新人ジョッキーについてお届けしていきます。今回ご紹介するのは大井と佐賀に所属する5人です。はい、今回も新人騎手の解説をしてくださるのは地方競馬教養センターの江川信之教官です。では早速 VTR ご覧ください。大井競馬場、沢義弘厩舎所属、後藤宗次郎です。勝負服のデザインの理由は、明るい色にしたくて赤と水色を選びました。近い時期での意気込みは、自力で減量を取れるようにしたいです。応援よろしくお願いします。とにかく明るい子で、やはり昨日ムードメーカーでもありました。もう元気があってですね、これが競馬場でもみんなに明るくしていけばいいなと思っております。もう騎乗についてはとにかく柔らかくてですね、すごく優しい騎乗がこの子のいいところです。拳がすごく柔らかくて柔軟な騎乗ができています。かかる馬とかを乗りこなすことが得意です。大井競馬場、高見博士厩舎所属、高見陸です。この勝負服にした理由は、父親が元騎手で赤と黄色の勝負服を使っていたことから、その色をいただき、大井競馬場で誰も使っていない格子柄にしました。記録を作れるような騎手になりたいです。応援よろしくお願いします。もうとにかくこの子も明るいんですけれども、やはりちょっとわがままな部分がありまして、これから社会人として生きていく上で早く大人になっていけばいいなと思います。技術面に関しては、やはりこの子も基本馬術からやってきて、かなり安定した乗り方ができるので、この手足の長いスタイルをうまく活かして上手に乗ることができるようになりました。
大井競馬場島田幸春厩舎所属の谷内寛太です。この勝負服にした理由は、自分は赤色が好きなのと、厩舎の面向で黒を使っていることが多いので、この勝負服にしました。このデビューとしては30勝以上目指して頑張るので、よろしくお願いします。この子も本当に努力家で真面目なタイプで、着実に本当に実力をつけてきたタイプです。それでもってちょっと天然なところがあるのがまた可愛らしいところです。もう技術面ではとにかくいろんな馬、どんな馬に乗っても乗りこなせるというのが、今この子は本当に十分技術がついてきたんだなということが実感しております。佐賀競馬場平山博秀厩舎所属の中山亮です。この勝負服の色にした理由は、黒とピンクと黄色は自分の好きな色を入れました。新人最多記録を取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。すごい天然キャラでおとなしい子ではあるんですが、すごく可愛らしい面があります。笑顔がキュートです。技術面においてはもうセンスではズバ抜けて一番だと思っています。そのセンスをうまく生かしていければ今後の競馬につながっていくと思います。佐賀競馬場山田徹厩舎所属、山田芳樹です。勝負服は厩舎カラーと厩舎のデザインを使いました。平間奈斗先輩の記録を超えられるように頑張ります。もう見た目も中身もクールな性格なんですが、それが騎乗についてもすごく冷静な騎乗ができるのですごくいいと思います。技術面ではすごく綺麗な姿勢で乗ってきて安定した騎乗ができています。どんな馬に乗っても乗りこなすことができるでしょう。ご覧いただいた5人で騎手候補生として最後の模擬レースが行われました。では赤見さん、解説をお願いします。はい、スタートを決めた1番の中山騎手、5番の高見騎手がね、こうお互いの様子を何度も確認し合いながらの先行争いになりました。うちの中山騎手が花に行く形、そしてね、2番手は5番の高見騎手だったんですけれども、外からこう馬の前にね入る距離感が難しいところで、しっかり確認しながら2番手につけました。その後後ろのね3名、後藤騎手、谷内騎手、山田騎手はね、ちょっとこう馬の手応えがいまいちかなという感じでしたが、最高峰の山田騎手はね、早々に仕掛けて上がっていって、ガッツを見せてくれていますね。まあ、この辺りからもうね、後ろの3人は手が動いていますが、逃げている中山騎手は余裕の手応え、ね、かなりね距離も離れていましたから、このまま逃げ切りなのかなというふうに思っていました。ただここからね、2番手につけている5番の高見騎手を見ていただきたいんですが、右手でステッキを回して持ち方を変えてね、しっかり追ってくるんですよね。まあ、馬も伸びていますし、騎乗のねフォームもブレずに、かっこいい追い方ですよね。この一着は気持ちよかったと思いますね。はい、ということで、まずは大井と佐賀でデビューする5名の新人騎手ご紹介、それから最後のレースの模様ね、お届けいたしました。そして佐賀の2人と川崎の3人はすでにデビューをしています。そして初勝利を挙げているジョッキーもいます。まずは佐賀の中山レオ騎手、デビューした2日の第8レースでテイエム奇跡団に騎乗し、デビュー4戦目初勝利を挙げました。残した。同じく佐賀の山田芳樹騎手、4日の1レースで千段ラットに騎乗、デビュー12戦目での初勝利でした。川崎では4日の5レースでアイデアリストに騎乗した新原修馬騎手がデビュー2戦目で初勝利を挙げました。そして7日の5レースではボルドーアランに騎乗した野畑亮騎手がデビュー18戦目で初勝利を挙げています。はい、すでに4名のジョッキーが初勝利を挙げたということですよね。さあ、稲富さん、今年デビューの新人ジョッキー、はい、どんな印象ですか？いや、皆さんあれですね、教官のお話を聞いてると、なんか天然の方が多いのかなってちょっと思って、なんかインタビューとかもいろいろ聞きたいなと思いましたけれど、
佐賀勢の、ね、新人ジョッキーの皆さんが北村とジョッキーを超えていこうぜっていう感じの気合ぶりをすごい感じたので、はい、北村とジョッキーもすごかったんですけど、さらに新人ジョッキーの皆さんの凄さを見られるのかもしれないというワクワク感も今ちょっとドキドキしていますね、うん、そうですよね。あの高い目標があるっていうだけで、そこを追いかけるという意味でね、もう先輩の背中を追いながらっていうことになると思うんですけど、実際2人とも初勝利をもう上げてますからね、佐賀の2人というのも楽しみですよね。はい、赤見さんはどうですか、今年の新人ジョッキー。あの今年10名デビューしたじゃないですか、はい、でいつもねこう顔とお名前と勝負服がね、はい、こう一致するまでちょっと時間かかるんですけれども、うんうん、今回アタック地方競馬では、はい、江川教官に解説をいただいたじゃないですか、先週、はい、今週と、うん、本当に面白いというか、そうですね、なかなかこう我々には分からないような、うん、あの本当に個性を教えてくれたので、うん、中山レオ騎手がね一番に初勝利を挙げた時に、はい、あすごい天然の子が勝ったと思いましたしうん、うん、でもね技術はセンスは抜群っておっしゃってましたから、ね、なるほどって思って、うん、すごくね一人一人覚えやすいので、うん、もう今後あの江川教官の解説は恒例にしましょうもうここで言っちゃえば多分恒例になるかもしれませんけれどもね本当に詳しくそれぞれの性格、それから騎乗技術に関してもお話をしていただきましたよね。なので皆さんも、まあ、先週もお伝えしましたが、今週の放送もぜひ覚えておいていただいて、各地の、ね、ジョッキー応援していただきたいと思います。今あの佐賀のジョッキーの話が出ましたけど、それこそあの中山レオ騎手、山田芳樹騎手ともにお互いの初勝利の時にはこう前にね同期の新人同士でこう競り合ったりとか、そういう展開もあったので、こうそれこそ飛騨真人騎手の記憶に向けて勝ち星を伸ばしていくっていうこともあるかなと思いますので、ね、それぞれこうお互いにお互いを意識し合いながらこうね切磋琢磨して頑張ってほしいなと改めて思いました。はい、今年の10名のジョッキー2週にわたってお届けしましたアタックスペシャルでした。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーではグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程から確認しておきましょう。日曜土曜は即パッドと A パッドで、火水木は即パッドで購入可能です。さあ今回の展望レース、最初はこちらです。はい、10日日曜日水沢競馬場で行われる関勝杯です。関勝杯にアタック。関勝杯小馬のマイル戦です。港見さん見どころお願いします。5月8日に行われますシアンモア記念の前哨戦となっていますね、うん、今年の小馬路線を占う意味でも見逃せないレースと言えると思います。はい、では参考レースから見ていきます。まずは去年9月の東京カップ欅賞、当時 JRA の所属だったマイネルアストリア、逃げて6馬身差の圧勝でした。はい、 A 級の馬たちが相手だったんですけれどもね、能力抜けていましたね、うん、今回は移籍初戦になりますが、重賞でもいきなりやれておかしくありません。スピードがあるので小回りの水沢も合いそうです。次は去年10月の金華特別、この時小馬と初対戦だったマツリダスティール、逃げ切って7馬身差の圧勝でした。はい、ダービーグランプリ惨敗の後だったんですけれども、しっかりと立て直して一頭ねスピードの違う走りで逃げ切り勝ちでした。小馬相手でも通用することを示してくれましたね。今回は5ヶ月ぶりの休み明け、さらにパワーアップしているのでは。2番手7番のプロビデンス。関勝杯の参考レースをご覧いただきました。では見解を稲富さんからお願いします。はい、私の見解はこちらです。はい、本命にマツリダスティールを挙げさせていただきました。金貨特別、本当素晴らしい勝ち方だったんですが、前走がねその金貨特別で勝った先輩たちにちょっと負けてしまったという形でしたけれども、はい、まあ、初の 2500m でしたし、ちょっとマークされながらの花を立ってねいいレースをしてくれていたので、まあ、休み明けでちょっとここは巻き返しに期待をしたいなと思っております。はい、稲富さんはマツリダスティール本命です。赤見さんは。はい、私もこの馬です。マツリダスティールですね、はい、あの今季はねエンパイアペガサスが引退して東ウィルウィンも移籍ということで、
古馬戦線はね、このマツリダスティールに引っ張っていってほしいなと思っていますから、休み明けですけれどもちょっと負けてほしくないなというくらいの存在ですね。ひねり王子は、ここはひねりません。マツリダスティールは強いと思いますね。ちょっと確かに今季初戦というのはありますけれども、負けてほしくないという思いもありつつですけれども、天乳馬のマイネルアストリアですとか、あとビッグネームバケーションの名前もあるので、どういう戦いをするのかというのもね、こちらも注目だと思います。はい、まずは関勝杯の検討でした。さあ展望レース続いてはこちらです。はい、同じく10日日曜日、佐賀競馬場で行われるルプランタン賞です。ルプランタン賞にアタック、グランダムジャパン3歳シーズンの3戦目、ルプランタン賞、距離は 1800m です。稲富さん、見どころお願いします。浦和、そして川崎、そして兵庫から1頭ずつ参戦するということでね、迎え撃つ地元佐賀勢、ちょっとこれも楽しみですね。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずは1月20日姫路の兵庫クイーンセレクション、先団を見る形でレースを進めたニフティスマイル、勝ち馬と花差の2着でした。はい、このあたりね、内から一旦は先頭に躍り出たんですけれども、最後は差し返されて花差の2着でした。ただ初めての重賞挑戦で力は見せてくれましたね。今回は佐賀への長距離輸送がありますから、そこをクリアすれば上位争いも可能でしょう。次は3月6日の飛燕賞、中段を追走したザ・ビッグレディが大外から伸びて2着でした。はい、距離が伸びて覚醒した馬なので、久しぶりの 1400m がどうかなと思っていたんですが、外からねよく伸びてきて僅差の2着でした。今回は 1800m ですから大きなプラス要素です。1着。次は3月20日の佐賀サツキショートライアル、好スタートから先頭に立ったブルーデイジーがそのまま押し切りました。はい、先行争いを制して花に行くと早めにスパートをかけて逃げ切り勝ち。同じく不良馬場だった花吹雪賞でも3着に粘っていますから、馬場が渋れば逃げ残りもありそうです。4番ブルーデイジー1着。ループランタン賞参考レースをご覧いただきました。ここも見解を稲富さんからお願いします。はい、私の見解はこちらです。ザ・ビッグレディをやはり本命にさせていただきました。はい、重賞2連帯していますし、 1800m の経験も多いですから、はい、メンバーの中で考えると軸にしたいかなと思いました。はい、稲富さんは地元ザ・ビッグレディ本命です。赤見さんは。はい、私は遠征馬です。本命にしたのは9番のニフティスマイルですね。兵庫ね、クイーンセレクションはすごく惜しい2着でしたし、はい、重賞でもね十分やれると思います。で、兵庫勢って佐賀で強いっていうイメージが、ね、はい、すごくありますし、波に乗っているエスポワールシチ3区ということもあって期待してます。はい、小坂井さんは。はい、僕はこの遠征馬にケウですね。7番の馬、お母さんのミヤさんキューティーは2012年に東京シンデレラマイルを勝った馬なんですけれども、前回川崎の 1400m 戦も行き足がつかなくて外を一気にこうまくっていく競馬で勝ったんですが、結構強い内容だったので、こう距離伸びていいんじゃないか、ちょっとこう激走に期待したいと思います。はい、ループランタン賞の検討でした。さあ展望レース続いてはこちらです。はい、13日水曜日、船橋競馬場で行われるマリーンカップです。マリーンカップにアタック、牝馬限定マイルの G3 マリーンカップです。稲富さん、ここも見どころお願いします。 JRA 勢がまあ優勢なんですけれども、2年前と3年前は地方馬が勝利していますから、割と地方馬の活躍が目立つレースじゃないかなと思います。はい、では参考レースを見ていきます。まずは去年9月の日本テレビ杯、サルサディオーネ、ボバを相手に逃げ切りました。はい、絶妙なペース配分で逃げ切ったサルサディオーネ、このメンバー相手にダートグレードを勝ち切ったというのは実力の証ですね。今回初めての58キロが鍵になりますが、マリーンカップは過去3頭58キロで勝っている馬がいます。次は3月2日のエンプレス杯、
逃げ粘るサルサディオーネを直線半ばで湘南なでしこが差し切りました。はい、スローペースの直線決めて勝負になって最後は最打ちを突き抜けた湘南なでしこ、ここに来て力をつけていますし立ち回りのうまさが光りますね。今回は久々のマイル戦、そして初めての57キロがポイントでしょう。最後は3月12日阪神のポラリスステークス、レディーバグが後方から足を伸ばして5着でした。はい、直線ね、よく追い込んで3着とは僅差の5着でした。兵庫ジュニアグランプリでは2着に追い込んだ実績の持ち主、地方コースも問題ないですし何より55キロは魅力です。マリンカップ参考レースをご覧いただきました。ここは注目馬を1頭ずつ上げていきましょう。まずは稲富さん。はい、私はクールキャットを注目したいと思います、ちょっとね、去年のフローラステークスを勝ってから苦戦続きなんですけれども、今年に入ってからの2戦はいずれも1着馬に対して0秒4差というね、僅差なんですよね。で、初のダートでちょっとどんなレースを見せてくれるのか楽しみにしています。はい、赤見さんは58キロでもサルサディオーネに注目してます。過去58キロで勝った馬がホワイトフーガ、サンビスタ、プリエミネンスと、やっぱビッグネームなんですよね、でもサルサディオーネはその馬たちに匹敵する力を持っていると信じております。さあ、小堺二木さんは、カズキ、一に機械の木の息子だから二木っていうさんまさんがつけたんですけど、それは全然関係ないんですけども、注目馬レディーバグです。地方の砂でもね、すでに実績がある馬ですので、この強敵相手にもこの末脚使えないかなというところでレディーバグに注目しています。赤見さんのすごい振りでしたマリンカップの注目馬でした。では明日以降の発売カレンダーも確認しておきましょう。明日からの1週間ご覧の通りとなっています。13日には北海道競馬が開幕、全国各地の熱戦でお楽しみください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は水沢の関勝杯と佐賀のルプランタン賞、13日水曜日は船橋のマリンカップを中心に放送予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ、今日稲富さんは新名古屋競馬場からの出演ということでしたが、稲富さん、ズバリ今日新名古屋競馬場で体感したことに対しての自慢をぜひどうぞ。やはりまず初日に足を踏み入れたこと、そして美味しいものもいただいちゃいました。羨ましい。結構名古屋飯みたいな感じですか？食べちゃいましたよ。土手煮丼に、ほんで隣のお客さんがカツ食べてはったんでちょっといただきました、いいな、そういうちょっと触れ合いもいいですね、競馬場ならでは。めっちゃ分厚いんですよ。分厚いカツだったんですね。スタッフさんのものなんですけどね、冗談ですよ、スタッフさんのものを食べたんですけれど、やっぱ味噌がうまいっすね。いいですね。みんなも食べたらいいのに。そうだよね。ちょっとぜひ新しい名古屋競馬場で食べたいなっていうのもあるんですけど、詳しいことは来週のこの番組の中で稲富さんがねレポートしてくださいますので、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。今日は今日のゲスト稲富奈穂さんでした。アタック地方競馬、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。